代表、はい、今日は何をするんですか？今日はですね、ドアノブがなんか緩くて外れちゃうと、緩い？ドアノブがですね、これはなんか固定されてないってことですか？固定してくださいっていうご依頼、ご依頼で、なんかここのここもそうだけど、この受けもふくらぐらしてますね。これドアノブごと交換するレベルですか？まだ修繕できるんですか？これは今回ドアノブを交換せずに調整でやってみます、はい、あ、わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。まずは六角ですか？六角とここに引っ掛けるマイナスと、これを外した時のプラスということで、これ思ったんですけど、こっちってこの緩い方って六角の穴じゃないですか？六角ですね。でもこっちってプラスドライバーで開けるそのプラスのネジなんですね。よく気づきましたね。こっちプラス、これで六角の、どれくらいサイズですか？3号。回すと、回し方は時計の反対回りにすると、緩めると外れます。これを引っ張ると外れます。あ、なるほどなるほど、マイナスドライバーここの上のところに引っ掛け、あ、取れました。これもちょっと難しいんですよ。今外します。こっちがメス側、こっちをオスでこう回す側なんで、こっちはここの状態、外さないと、ね、ビスを回せられないので、こいつを外して、あ、取れた、取れましたね。じゃあこれであと締めればいいんですか？そう、これで、ちょっと待って、もともとこれが下なんだな、上と下が逆なんじゃ、こうなんだね、こうだ、上と下が上下あったんですね。上下あるんで、こっちの下の方がこう引っ掛ける方が、先ほど上になったけど下ですよね、ここで強く締めればガタガタしなくなるってことですか？そう、結構強く、まあ、縮めするんですね。で、これあんま全然動かない、完璧じゃないですか。完成です。完成ですね。やりましたね、代表。やりました。これでドアノブの、調整完了になります。はい、はい、よければ高評価、チャンネル登録お願いします。なんでこれ持ってんの？マイク代わりですね。ありがとうございました。お願いします。